でドライブです。兵庫県国道178号線霞区余部 IC 付近からスタートです。機材のトラブルで三原峠から撮影していましたが、機材の調子が悪く撮影データは消えてしまいました。左には道の駅余部山があります。田島魚介ラインは三原峠から新温泉町まで続く67キロのコースです。あともう少しのところで道を間違えてゴールできませんでした。次回は完全走破したいです。距離が長いのでゆっくりご覧ください。魚介ライン、田島いさりびライン。田島いさりびラインは兵庫県豊岡市岸から鏡町を経て新温泉町組国道178号を結ぶ日本海沿いを走る主要道路。兵庫県で初めて国土交通省の日本風景街道に選定された。
ここで道間違える。戻りました。まもなく踏切です。その先カーブです。ここで魚家ラインは終点みたいですが、167号新温泉町組までらしい。陸上距離 67km、 起点兵庫県豊岡市木比の三原峠、兵庫県道11号、終点兵庫県新温泉町組国道178号。さっきから有料有料ばっか通らしてるな。終わり、道の駅避難せ岩見に向かいます。
申し訳ありませんでした。あともう少しで新温泉町で終点でしたが、お許しください。近くでやる。
してるし。ちゃんとこれ取れてねえな。ダメだこれ。どっかあるからね。この時間だもんな。6時だもんなまでな。うん、6時はまだやってねえな。うん、どっかでゆっくり休んで。花見海岸、
休憩中。出発いたします。つけるね。ちょっと寝たくて。これ鳥取行くから。朝だからヘが出る。そうだよ。なんとか峠ってのがあるのね。うん、あるね。いいね。うん、雪道に峠があると最高だよね。うん、七坂八峠はこの先700m。無料区間なんだって。でも通らない。ちょっと朝ここを左に曲がると七坂八峠に行きます。ラジオ体操か。あそこで何やの、ね、何やの。ラジオ体操やってるよ。あ、そっか、夏休みだからか。そうでしょ。そうだ、夏休みだから。待って、島の島のすごいね、建物。そうだよ、これ建物だよ。釣りやってる、釣り釣り。不審船とか結構来るからな。誘拐されたら嫌だ。北朝鮮の、うん、あれとか。これが峠だ。ちょっと峠ってか、うん、なんか撮ってる写真とか。おおおおおおお、違うじゃん、峠じゃない。峠じゃねえじゃん。違う、見てみな、その地図で。うん、いやいや、見たい。うん、あ、大丈夫だな。大丈夫？この上だ。700m ってだから、まだ行ってないんだよ。景色みたいですね。うん、で、あと美味しいもん食えるのよ。なんだここ、なんかみんないるよ。テント張ってる。テント張ってんだ。こんなところにいるの、すごいね。そこで途中でテント張れるの。七坂八峠展望台です。これいいね。後ろのお嬢様寝てるよ。お眠さんだから景色も見れないで寝てばっかりだから、ね、もったいね。まだまだ中学高校生じゃまだダメだな。10歳が分からない。やってた。で、俺がティッシュでかぶせたり、あのタオルケットで鼻かぶせたりして、ちょっと収めようと思ったけど、またダメって聞かれてて、ガーって口を裂いてもカーってやつ。毎日じゃないんだろうけどね。まあ、車の中に寝てるから、ね、車の中に寝てるから。疲れてるんだね。疲れてるんだね。いろんなとこ歩いて。でもこれが楽しみだからしょうがないよね。だって家にいたってさ、そうそうそう、体がなまるから。じいちゃんとばあちゃんの顔見てるだけだから。だってどこも出かけないんだもんよ、違うさ。近場だって出かけないじゃん、家でゴロ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 して。
生の時はバイトばっかりしてとかいろんなとこ歩いてたけど、うん、あこれはもう峠道だよこれは絶対。いやーいいな、でもいいなこういうとこ。なんかね、あ山口県とかどっかああいうふうに京都でほらあの市場、うん、魚市場あるとこに何か買ってさ書いてあるんだよ、なんか買って送りたいね、うん、魚市場みたいね。魚は持っていけないからね。そう持っていけないからさ、ね、確かに。ほら高知もあるしな、うん、丸亀もあるし、ただ山口はなんか送りたいな、うん、そこを使わなくてるやん、通り走って車も歩いてるし、来るけど雲海かあれ、雲海じゃないのか、雲海じゃあ、これか、峠か、違う、みんな走ってるさ、峠がどこだか、みんな走ってるってことはあるんだもん、でも早いね、でもみんなタイヤ痕ばっかあるよ、早いね、うん、そうだ、みんな早いうちの方がいいんだよ、車で渋滞するよりかはいいじゃん、なんかタイヤ痕ばっかりな、今走ってるばかりだからね、俺もバカだけどさ、うん、でも楽しそうだねこういうね、くねくねしたとこで車とかでキャン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 やって、そうか、事故ったらおしまいだけど、楽しいね、みんなこういうとこで練習するんだよ、ドリケン、ここだ、ここだ、あ、雲海じゃないこれ、違う、あ、雲海だ、ここだ、撮りたいね、なんだろう、いいよ、撮ってきて、でもここ危ない、いいよ、撮ってきて、あ、ちょっと待って、あ、充電がない、充電ないの、カード有効期限は、ほら、あれ陸上岬歩道入り口で一旦機材チェック、なんで引っ張りすぎちゃってんだよ、はいよ、はい、これ線さ、ちょっとあんまり引っ張んないでよ、引っ張ると切れちゃうからね、鳥取砂丘取るから少し充電してくる、充電してきなさい、この後鳥取砂丘まで行きます、ここから砂丘だから鳥取砂丘もうちょっとで着くからね、朝のがいいね、うん、そう、朝のがいいんだよ、だから誰もいないから朝一番撮るのに朝早く起きてこうやって景色で撮ってるんだよ、だって俺いつもそうでしょ、朝早くから、あの人たち何やんの、あそこで歩くのがいいの、歩くんじゃないの、ハイキングやるんだよ、そうかな、朝早くからよ、こうやって動いた方が得なんだよ、車がじゃん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 多いとこでやってたらよ、何もいい景色撮れやし、朝飯も食いたいしね、え今日美味しいご飯食べようね、どっかの漁港で飯食いて、すごいね波が、うん、ね、ほらちーちゃん、ほら海、ほらすごいよ、すごい景色、いろんなの見てさ、目に焼き付けときなよ、ちーちゃん、ね、これから今日はいろんなとこ行くんだから、今日が本番だから、今日は、昨日はな、今日結構歩けんね、昨日はあの助長だから、朝来たわけじゃないけど、今日はほら朝から回れるから、そう今日は朝から本番だから、うん、あ、鳥取砂丘もうじきだ、で鳥取砂丘はあっちの方行ってから風呂入って、鳥取砂丘、じいちゃん今日はお風呂入ろうね、また洗う、ね、朝風呂ならいいんじゃない、そう朝風呂の人いないし平日だし、あとはほらあの山口の方に向かっていくだけだから、うん、
汗かいたもんね。これまだ178号、じゃあ途中で178号あんじゃんこれ。そういう時は田島コースタルロードなんだよ。途中でよくる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 行ってんだよ。すげえとこだ。岩井温泉だ、岩井温泉。岩井温泉朝早くからやってるんだよ。やってみようなそれね。いいとこだよ。山陰海岸とか。ダメだったし、結局あの奥琵琶湖走っただろ、それだけだろ、あの大したことないし、昨日は大したことないよ、今日が本番だよ。誰かじゃねえけ、ラクダがいいんじゃねえかね。ラクダいねべ、ラクダいる、え、ラクダいるよ、いるの、いるよ、ラクダはこの日はいませんでした。そうなの、
まで乗れる。誰かじゃねえけど。乗れるんだって。ねえ、ちぐ、ラクダ見てこいっつってたもんな。そう、ラクダ乗れるんだって。わかんないじゃん。砂丘って言ったらラクダでしょ。鳥取でラクダあるんだって。なんか鳥取砂丘のさ、なんか名物ってあるのかね。わかんない。携帯に調べればいいね。鳥取砂丘名物って調べる。何もやんないで俺に聞いたって分かんない。鳥取砂丘どっちだ。まっすぐ、あ、左。おー、危ね。左。どうだろう、左だろう。178だもん。海岸行っちゃう。本日休業だって。お台場公園、そうだな、この178号線が当たって立場のゆさりビラインってやつで鳥取に行く。
ちゃうと京都行っちゃうの、また戻っちゃう、戻るのは嫌だね、あそこだ、左側、あ、ローソンもあるじゃん、これローソン多いんだな、まだやってねえ、並んでて何あれ免除か、違うよ、買い物でもうあれだよ、待ってんだよ、ほら免除行ってこい、免除行ってこい、じゃあトイレ行ってこよ、トイレ休憩してドライブは終わります、どれ最後までご視聴ありがとうございます、今回の走破マップ、エンド。